昨日ペ・ヨンジュンはこの来日のもう一つの王将さすがにファンへの対応も自粛せざるを得ない状況。さあ、몇명도안됐는데요。30-40명된다는걸감시하고있습니다。追いかけてきた車にも窓は開けず、ただ笑顔を返すだけ。顔なじみの CM スタッフがヨン様を出迎えました。中高年の女性に圧倒的な支持を受けるヨン様は、それまで10代20代が中心だった商品のマーケットを大きく押し広げたといいます。ヨン様を起用して売り上げが 1.4 倍になったチョコレートもあるらしい。企業の宣伝部にとっては飽和状態の市場に新しい顧客を誘い込む格好のキャラクター、その経済効果は計り知れないのです。私たちが試みた5日間の密着取材はペ・ヨンジュンへの単独インタビューを最大の目玉にしていました。用意したのは3台のカメラ。一時は実現も危惧されたインタビューでしたが、ようやく彼がスケジュールを開けてくれたのです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まぶしいような白のスーツに白のタートル、爽やかさを絵に描いたような姿でした。しかし取材班の一人はヨン様のお腹が鳴ったのを聞き逃さなかった。あ、밥도못먹고저러고불쌍하다이런생각할까봐どんな時もまずヨン様が気にかけるのは家族でもあるファンのこと。ここまでは暮らし感じる変えていく P&G NEC とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。